ちゃん。笑っちゃう。こんにちは、高校2年生のさきです。第20弾は部活の先輩と一緒に弾いていました。動画の最後に曲についての対談があるので、ぜひ最後までご覧ください。それではアニマ。
までご視聴ありがとうございました。この後は先輩と一緒にこの曲について振り返っていきたいと思います。それでは紹介します。部活の先輩、ともき先輩です。こんにちは、ともきです。早速ですが、この曲についてのまず全体を通しての感想をお願いします。いやこの曲はまず最初に聴いた時に、めっちゃかっこいいやんと思ってなんかギターソロが終わってもうスーンって静かになるところがもう、あー最初に聴いた時はうおいや、自分的にはなんか2人でギター割り振りをなんかちゃんとやったのが初めてで、最初はなんか決まらなかったじゃないですか、全然どっちがやるみたいなどっちでもみたいな感じで、でそっから決めるのがすごいなんか自分的には初めてだったんで、いつもやったことなくて、いやすごいなんかやっぱ大変だなって思ったのと、キーボードの部分をそうだった、ね、バンドでやるときにいかにそのカツカツにならないかみたいなキーボードいるかいらないかみたいな、あってやりましたもんねその時のキーボードを埋めるどうギターをなんか弾いて熱くしようかみたいな、そういうのを考えるのがこの曲は多かったんで難しかったなみたいなそういうのを考えてる時はめちゃくちゃ楽しかった。あーでも確かになんか曲作ってるみたいな、そう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 、コピーのだけどオリジナルみたいな感じを、そう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 、この曲まあ絶対的に難しいかったと思うんですけど、特になんかここ難しかったなってところありますか？それはそのソロ終わった後のそのなんかバイオリン奏法するところがあって、ちょっとじゃあここがピッキングの音を出さないようにするのにめっちゃ気をつけてて、そのボリューム調整がもう本当に難しかったですね。ここキーボードのところですもんね。そうですね、ギターやってないのにキーボードのところをギターで弾くってい う, そ う, そ う, そう難しかったですね。ここ確かに難しかったマジで。自分的にはギターソロがやっぱり一番難しくて、ここを伸ばすのがなんかすぐ切れちゃって、自分の音が伸ばすのも難しかったですし、なんか特に早弾きがないのにその伸ばす音がすごい多いので、なんか切れないようにみたいな、切れるんですけど切れないようにもすごい頑張っていくのが難しかったですじゃあ逆に好きなところは、好きなところはやっぱりあの最初のメロディー、もう弾いてても気持ちいいし確かにここが一番目立ってるから、あー曲の始まりですもんね。そうそうそう、もうここがここで見せどころっていうかバーンって、確かに、いや弾きたかったですもん自分も曲ありがちですあー弾きたいなと思いつつでもいやそこは決めてもらおうと、サビのところの何だろう、がなんかサビでも意外と聞こえるじゃないですか、このところで、でそれでなんかそのコードを弾いてるのと単音を弾いてるので分かれるのがすごい好きで、あと自分はバイオリン奏法がめちゃくちゃ好きなんですよ。そうなんか初めてバイオリン奏法やったんで、今もですよね、初めてなんかなかなかやんないですよねバイオリンやってて、さらに自分が重ねていくみたいな、いいよね。そこからで、どん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 なんか盛り上がってて、じゃ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 みたいな、じゃーんじゃーんそれがそれがめちゃくちゃ自分のこの曲で好きなところです。もともとバンドで演奏したんですけど、そのバンドで合わせてちょっとどんな感じの人でしたか？めちゃめちゃ難しかったなんかここ揃えたらかっこいいよねっていうポイントがいくつかあって、そこを合わせるの
何回も会わせて、ね、全然会わなくて確かになんかみんなで終わったーみたいな一曲やるためにそっちの感がすごくて難しいけど難しいけど、まあ、難しいけど合わせるとめちゃくちゃ楽しい楽しい振りも考えましたもんね考えたねもうあとなんかこの曲楽器っていうかなんかいろんな音があるじゃないですかその種類みたいなあでそれでエフェクターでやろうとしてでもめっちゃガン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 踏まないといけなくて、ねで、二人とももうそれに諦めてあの、エフェクターのスイッチャーを買うっていう買うつもりはなかったんだけどいや、スイッチャーででもめちゃくちゃ楽になりましたよねめっちゃ楽これも革命が起きたじゃあ、トンキ先輩、今日はありがとうございましたありがとうございましたまた、バンド一緒にやってくださいやりましょう、ぜひやったそれでは、またバイバイ OK! 終わりそれではアニマ OK! でも笑いそうやったら何かこうやってやるから , 笑いそうやったらリスペクトするですけどいやいやいやタメ口ですよ、トムキ先輩トムキ先輩はタメ口で聞いてくれないなった音なっちょびになってるもう一回やってもいいよちょっと勝った勝ったはい、行きますいいよちょっと待ってはい OK あーれお疲れ様ですえ、よかった、ぶつけ全部だもう OK、これ採用しかもめっちゃ玉木先輩喋ってくれるからめっちゃ助かりましたよかったよかったです